徳島の木の魅力を体感できる徳島木のおもちゃ美術館がオープン1周年を迎え、さまざまな関連イベントが行われました。徳島木のおもちゃ美術館は木の魅力を発信する新たな木育の拠点として去年10月アスタムランド徳島にオープン。年間およそ14万人が利用するなど多くの来場者でにぎわっています。10月には開館1周年を迎え、関連イベントが行われました。県産材の魅力を知ってもらう木遣いフェアでは、チェーンソーを使った丸太切り体験会が行われたほか、どんぐりや松ぼっくりでオブジェを作る木工教室も開かれ、子どもたちが木と触れ合いました。楽しかった。こんなこと自分できると思ってびっくりした。やっぱり楽しいですね。自然に親しむのは。同じ日に開催された徳島の食の魅力を発信するアワフードフェスティバルでは、県産農産物が販売されたほか、東京オリンピックで徳島がホストタウンとなったカンボジアの郷土料理が徳島の地鶏、阿波踊りで再現され、来場者に振る舞われました。この鶏とすごい合ってて、このソースもね、すごく優しい味がします。お野菜もいっぱい入っているので美味しいです。どう、阿波踊りは美味しい。木のおもちゃ美術館では、川内中学校民芸部による人形浄瑠璃が披露され、実際に人形に触れることができる体験会も行われました。都道府県立初徳島木のおもちゃ美術館、一日丸ごとこの木のぬくもりを、木育を体感をいただける阿波人形浄瑠璃、あるいは遊山箱、徳島の木の文化も次世代へしっかりと引き継がれる、そうした拠点に今育ちつつあるところでもあります。県産材の素晴らしさ、ご理解ご協力よろしくお願いを申し上げます。徳島木のおもちゃ美術館がオープンして1年、徳島の豊かな自然を生かした県産材の魅力を多くの方に感じていただきたいですね。